トラさん公演は、オーストリアのウィーン市21区フローリッツドルフにある都市公演。フローリッツドルフと東京都葛飾区は、映画、男はつらいよシリーズが取り持つ弁から有効都市であり、第41作、男はつらいよトラジローシンの旅路は、ウィーンが舞台となった。公演はこの映画公開20周年を記念して2009年に開演した。 厚み清演じる虎さんの肖像が刻まれた赤飛行演名と由来が描かれた掲示。理面には同内容が日本語で描かれている。1986年、ウィーン市長のヘルムートチル力は日本訪問の際に飛行機機場で絵が男は辛いよシリーズの作品を鑑賞。作品の世界がウィーン市郊外の風景やウィーン市民の気質と似ているとして感銘を受けた。 地力は、ウィーン市域の北東部に所在するフローリツドルフと、葛飾区との友好交流を希望。1987年3月、葛飾区職員がフローリツドルフを訪問して、同区長の意向を確認するなどのやりとりを経て、1987年11月2日に、友好都市提携が行われた。地力の招致により、ウィーンが舞台となった。 男はらいよトラジ両親の旅路公開20周年を記念して、トラさん公園が2009年9月28日に開園した。ドナウ川にほど近いブロスマンプラッツ地区の住宅街の一角にある面積約20平方メートルの都市公園である。一角には白い砂利を敷き庭石を排するなどした日本風の空間がしつらえられている。 フローリツドルフと葛飾区との友好都市定携に関連してフローリツドルフ区内には葛飾通りがある。2001年8月17日に命名されたもので連邦道路3号線の一部ウィーンウエスバーンのウィーンフローリツドルフ駅北方の創車場の古選挙区間を含む。このほかフローリツドルフと日本との関係としてイエドレゼ地区のドナウィンゼルに 日本から寄贈された千本の桜が植えられたキルシェンハイン桜の森がある。ウィーン森林局と日本人芸術家グループ2ザウッズによって作られたもので、植林はオーストリア建国1000年を記念して1996年から始まり2002年に完成した。春には桜の森祭りが開かれる。ありがとうございます。